安倍総理がヨーロッパを外遊していますけれども、どんな成果があったと言えるんでしょうか。成果は例えば経済協力ですとか、はい、あるいはフランスと新しい原子炉を作りましょうという交流ができたりとか、そういうこといろいろあるんですけれども、それはまあ新聞読んでいただければ分かるんで、そうですね、このコラムではちょっと違う視点からお話したいと思うんですね。はい、僕のところに普段いろんなご質問いただくんですけれども、まあ、その中にこれだけ例えば中国韓国と関係悪化があり、他に難しい問題があるのに、はい、なぜわざわざこれだけの日数を費やして安倍さんはヨーロッパに行ったんですかという質問、つまりこれは結構関心の高い方、ちゃんとニュースを見てらっしゃる方のご質問だと思うんですけど、新聞を読んでいただくと、こういうヨーロッパ諸国と大きな懸案はないって書いてあるんですよね。はい、で本当はそれはちょっと表面的な言い方であって、今後の日本経済を考えるとヨーロッパもとても大事な場所になるんです。ただしですね、実は大きな深い理由が他にありまして、はい、何でしょうか。これ日本にも情報機関というものがあります。いわゆるインテリジェンスですね。敗戦後の日本はそういう活動をかなり封じ込められていますけれども、はい、しかし限られた権限の中で、努力もされています。ヨーロッパに対してもたくさんの情報収集活動があって、はい、その中で浮かんできた言葉があって、この頃ヨーロッパ諸国の政府当局者の中で、安倍さんを何て言ってるかというと、はい、ソフトファシストって言ってるんですよ。ソフトファシスト、はい、柔らかなファシスト、はい、でファシストって言葉日本でももちろん知られてますけれども、はい、これヨーロッパで、言われた場合のファシストと日本社会で言う場合のファシストは全然ニュアンスが違うんですね。あ、そうなんですか。日本でももちろん良くないイメージっていうか、はい、全体主義あるいは軍国主義に近づくような言葉ですけど、そうですね、ヨーロッパはナチが荒れ狂った場所ですから、はい、ファシストって言葉はまあ、ナチズムと同じようにもう意味嫌われている非常に激しいきつい言葉なんですね。あ、なるほど。だからそこにソフトという、はい、変な形容詞はつけているけれども、しかし安倍さんをファシストとして考えているっていうのが、はい、一般のヨーロッパ人がそう思ってるとは思いませんけれども、ヨーロッパの政府当局、もっと具体的に言うとドイツやイギリスやフランスの中にそういう言葉を使う人々がいると、これが安倍さんに直接情報として入りまして、それで安倍さんはまあ長い連休を利用すればヨーロッパ各国回れるからということで、その経済連携の強化やあるいは技術の連携の他に実はこういう隠された理由があってヨーロッパに行ったんです。じゃあどうしてヨーロッパ諸国でそういうソフトファシストって今まで日本の総理が一度も言われたことない言葉をもう一度言いますが、政府当局者の中で語られるようになったかというと、これが見事に中国韓国の特に中国のこの場合は、工作活動の結果なんですね。そうですか。ですから私たちはよくこう冷静に事実を見る必要がもちろんあるんですけれども、はい、中韓の工作活動というともっぱらアメリカに向けたものだと思われがちですよね。はい、いわゆる慰安婦の少女像を韓国がアメリカに作ったりしてますから、それが日本のメディアでもっぱらそればかりが報道されるから国民の目もそこに行きがちですが、本当は特に中国はアフリカ、中東、ヨーロッパ、そして東南アジア、つまり成長が見込まれるところや、あるいは資源のあるところ、そしてヨーロッパの先進諸国のようなところは徹底的な反日工作をずっと行っていて、僕自身そういう国々を歩くと必ずそれにぶつかって、まあ、それが僕は海外視聴を重ねる理由にもなってて、違う立場からフェアな立場から事実はこうですって話をして反論するという日々がもう何年も何年も続いてるわけですね。でこのことで、考えていただきますと、同じ連休中に、はい、まあ、安倍さんの今盟友になっている自民党副総裁の高村さんが、はい、高村さん、日中友好議連の会長として中国に行きましたね。はい、行きましたね。はい、これも大きく報道されてますから、リスナーの方々もご存知だと思うんですが、その時に高村さんと中国のナンバー3の人が会談しましたね。はい、まあ、これナンバー3の人も名前も言う必要もないですよ。本当は実験何もないですから。あ、そうなんですか。はい、おで
実権がない人ですから、要するに上の習近平国家主席、この辺りから降りてきた話をそのまま小村さんにぶつけてるんで、逆に実権のない人と会ったからこそ、中国共産党の一番最上層部の本音が分かるとも言えるんですね。でこの実権がないナンバー3が小村さんに何をぶつけたかというと、はい、日中関係を悪くしてるのはもっぱら日本側が変なことをするからだと、うん、で2つだけ話を挙げて、はい、1つが尖閣諸島、はい、1つが靖国問題なんですね、はい、いろいろあるように見えて、要するに中国共産党、特に習近平国家主席は尖閣と靖国だけなんだということが今回よくわかるわけですが、例えばその尖閣諸島について言うと、これはこの番組で何度も申してきましたが、日本は1895年に、つまり19世紀にすでに尖閣諸島は日本の領土にちゃんと入ってますということを世界に宣言したのに、はい、中国が自分のものだと言い出したのは実に1971年の年末からなんですね、はい、国連の調査で、海底資源が尖閣諸島の下にあるらしいと分かって突然言い出した。だがって先に日本がおかしなことをしたっていうのは全く当たらない、中国が先にそのおかしな1971年の行動を取って、それで、いろんなことが起きてるわけですね。そうですよ。で中国が言いたいのは野田総理が国有化したということを言いたいんでしょうが、はい、これは日本の領土ですから、うん、中地を国有化しても何も問題がないわけです、はい、もう一つ の靖国問題なんですけれども、ええ、これは特に私たち日本国民がちゃんと基礎知識をより知るべきだと思うんですが、はい、中国は要するに去年12月のまだ去年12月のですね、はい、つい最近の安倍さんの靖国訪問を問題にして、日本が先に悪いことしたんだということを言おうとしてるわけですが、うん、ちょっと待ってくださいっていうのは、例えば1972年に、はい、田中角栄総理が中国と国交正常化をしましたよね、はい、で田中角栄さんに対しては中国は未だに井戸を掘った人としてもう大変高く評価してるんです、はい、この田中角栄さん、靖国神社に行かなかったと思いますか？これすいません、ご存知ですか？田中角栄さんですか？はい、角栄さんは行ってるんですか？その通りで、はい、5回参拝してるんですよ、靖国神社、はいはい、だから靖国神社に参拝したらおかしいって言うならば、一体田中角栄さんとの話は一体どうなるんでしょうか。それからさらにこれを言えばですね、はい、日本国内にも、いやその後に田中角栄さんの時代の後に、うん、永久、いわゆる永久戦犯を合祀したからだという人が自民党の中にもいるんですけれども、はい、この永久戦犯の合祀ってやつは1978年なんですね、うん、田中角さんよりは後だけども、はい、しかしその永久戦犯を合祀した後の大平正義総理は3回、はい、鈴木善幸総理は9回参拝なさってるわけです。うん、だから実はずっと中国は何の問題にもしてこなかったのが、はい、鈴木善幸さんの後の中曽根総理が公式参拝ですと妙な力み方をして、それに朝日新聞も飛びついたので、そして中国はこれはいけると、中国の側が政治問題に仕立て上げたっていうのは本当のところです。はは、僕のご意見と違う方もいらっしゃると思いますので、ぜひ今インターネットって便利なものがありますから、はい、公平な事実経過はどうかっていうことを見ていただき、国民がきちんとそういうことをみんなが広く知るようになって初めて中間とのフェアな正常な関係も作れると思います。そうですね、わかりました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。独立総合研究所青山繁晴さんでした。